皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年8月の7日、朝の11時21分です。プロ野球業界の皆さんと、あとまあサッカー界もちょっといろいろ日程、確認しなきゃならないんですけども、最近ホームページ淡井圭介の履歴の一番で文章で記載している通り、今年優勝する球団は横浜 DeNA さんと、まあ、J リーグに関しては、優勝したことのないチームは優勝するべきであって、これは26年前から天皇家の人たちと天皇陛下も含めて、当時の総理、大臣とも国会議員の人たちとも含めて、優勝回数と最下位の数は全員揃えなければならないという話になっています。で、かといって、まあ、あんまり今、首位が広島だとは思うんですけども、広島さんがあんまり、その、ペナントレースで、独走されてしまうと、横浜 DeNA さんの優勝がなくなってしまいますので、オリンピックの勝ち負けに関して、広島の、選手の方たち、巨人の選手の方たちもそうなんですけども、試合の時間中とかも、僕のこと守ってもらったりだとか、そういうふうな対応を求めます。ヤクルトスワローズに関してもそうだし、中日ドラゴンズに関してもそうですし、まあ、パリーグに関しては、まあ、ある程度、まあ、今日の試合で言うと、まあ、オリックスもそうですし、ガンバ大阪、セレッソ大阪もそうです。一つの都道府県に、2球団作ってるからです。だから、あとソフトバンクも絶対的に淡井圭介を守るような形で、対応してもらわなければなりません。で、この間、昨日文章で記載していた通り、馬術に関してとある球団の名前を、まあ、名前を指定して対応してもらおうとしたんですけども、まあ、種目の数がたくさんありますから、けどそれ全然うまくいってないんですよ。出場停止とかになってましたので、その辺のところルールはどうなってるかなんですよ。結局打者の頭の中を借りたりとかして選手は良い成績を出しているので、こちらとしても消防士の人たちの頭の中とかを貸してもらったりだとか、これ一人が頭の中を渡す係、もう一人の方は、プロ野球選手はたくさんいるでしょ、もう一人の方はその馬術の、この間、昨日は馬術を記載してますけども、ホームページ淡井圭介の履歴に、もう一人の人はその騎手の人を守ってあげてほしいんです。で、もう一人の方は、まあ、これ3人がかりでね、馬術で言うと馬を守ってあげてほしいんです。そういうことを全部私一人で今までオリンピック今年始まった時対応してたんです。自分が取り組んで試合に関してもですよ。それって最初から無理がありすぎるんですよ。動画でインターネットを経由して頭の中とか大量供給とかも行ってますけども、あれもそれを行っている間他の試合がおろそかになってしまいますので、どうしてもこれ頭数必要なんですね。頭数っていうのはその対応する、オリンピックの勝ち負けを対応する人たちの数っていうものが、大量に必要になってきます。で、それ普段からヘラ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 仕事して、その辺フラ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 歩いてるような連中ができるようなことじゃないんですよ。今もそういう連中のことを昨日、絡んできた、女性2名に関して思い出したんですけども、岡間の交差点の近くのトヨタのショップの近くの方の交差点です。同じことを言ってました。相手する気にもなりません。ユミちゃんに電話をかけた方が早いとかわけのわからんこと言ってるんですけども、そんな人間に電話かけても私の親戚の、ものなんですけども、何の解決にもなりません。
あとまあ、ヴィッセル神戸の選手の人たちの力も借りたいところではありますね。で、あんまりこれ大真面目な話で、その、日本代表戦でも招集されて、で、オーバーエイジ枠でオリンピックに招集されて、で、さらに、親善試合とかも行われて、で、国内の自分のチームの試合があって、それプラス、クラブチームとして、J リーグで良い結果を出したら、世界中のクラブチームの人たちと、まあ、まずはアジアという範囲で、試合を行って、アジアチャンピオンズリーグ、クラブチャンピオンズリーグとかを行ったりとか、しますけども、日程的にも無理がありすぎます。そんなことしたらみんな結婚できなくなります。で、少子化ってもうこれとんでもないスピード進んでるんですよ。ここ50年間で少子化は、約50年間で進んでますので、私が生まれた1977年と比較すると、男性と女性の生まれてきている人の数が半減してるんですよ。で、今の日本の国境内の人の人口の数は、まあ大体3000万人ぐらいです。私のインターネットには、まあちょっと多めで見積もって3200万人という記載をしてるんですが、1億2000万人の話は、満州国と朝鮮半島と台湾とフィリピン。フィリピンも含まれてですよ。あとインドネシアの一部の占領してた時期です。第二次世界大戦の前の頃の。その範囲で1億2000万人で、2050年にはその範囲で人口7000万人台になってしまいますよっていうことなんですよ。今どういう事態になっているか分かりますか？もうそこまで少子化進んだら、あとものすごい勢いで数減っていきますよ。それでもエネルギーの消費拡大してるんですよ。昔からあのバカと猿は高いところが過ぎだっていう名文句があるんですけども、これ名文句です。それぐらいあのはっきりと高いビルを建てたりするのは大バカなことだっていうことを覚えてなかったら、建設業界の人たちの議員さんが建て始めるんですよ。各会社の役員の人たちも含めて。テレビ局も、もともと東京タワーがあったのに、新しくあの電波塔を2010年ぐらいに完成させたでしょ。工事始まったのは阪神・淡路大震災の後ぐらいですよ。してた頃の仕事の内容っていうのはそんなものですよ。発信機と受信機交換したらいいだけですよ。東京タワーの。あんなものを作る必要全くない。ピラミッドを作らされてたエジプト時代の昔の人たちと同じ状態なんですよ。世界中どこも。そういう知識を持たなきゃならないんですよ。それで消費税上がってるんですよ。でそんなことよりも河川水門回避ダム発電とか、河川の土砂のかき出しスコップで行って、1日1人当たり、まあ5万トンでもいいでしょうし、体力ない人、体の小さい人だったら、5万トンは多い、5トンの、言い間違いです、2トンでもいいでしょうし、それぐらいは河川の土砂のかき出ししてもらわなきゃなりません。そんなに難しいことじゃないですよ。僕なんか背中にあのリュックサックに5キロから10キロぐらいの、重さを背負って、リュックサックプラスあの裁判用の書類をあの肩からぶら下げて、両方合わせたら大体10キロぐらいです。それ担いだまま河川の撮影行って、まあ今でもね、あの台風消滅でこういう風に風取ってるんですけども、カーテン揺れてますけども、こっちが窓なんか開いてないですよ。こっち側開けてますから窓。だいぶ風取ってます。まあそういう風な形で、物事が、動いてますので、しっかりとした対応を政府が行ってもらわなければならないんですけども、まあ、残念ながらできてないで、オリンピックの、方の人たちと、あとコンピューターの、制御の方で、例えば僕はね、プロ野球球団の人に守ってもらってる状態だとか、それを奪ってしまってるんですよ。オリンピック出場してる選手が。それしちゃダメよって言ったじゃないですか。なぜ言われたことを守れないんです。ルールを守れないんです。世界中の政府上層部と話をつけているのは淡井圭介であって、スポーツ選手なんか私と社会的地位で比べると遥か末端の人間ですよ。上の人間の言うこと聞かないと。バッハさん、裁判所に出なきゃならない立場ですよ。オリンピックの会長の。当たり前でしょ。20億人の命がかかってる案件無視して、自分たちの我がの金稼ぎのためにオリンピック続けていたんですから。
で、これはアメリカへのメッセージなんですけど、今後どうするんです？ガソリン車の生産の停止の発表はない。これは今年までです。2025年には生産停止してますっていう確約できないんだったら、国際司法裁判所で、世界各国で、裁判を行って、電力会社からの電気の供給を世界中で止めなさい。自動車の生産工場への。それしなかったら本当に、高近年から、石油とかの輸入止まりますよ。現実分かってますかっていうことなんですよ。他人事にして誰かがしてくれるなんて思ってたら大間違いですよ。そのために高い給料もらってるんですよ。国会議員の人たちとか、弁護士さんたちは。弁護士さんたちも国からお金もらってるんです。ちょっと待ってくださいね。今ちょっと気になる内容が見えたので。ああ、台風5号の発生ですね。まあ、オリンピック始まって、淡井圭介から淡井圭介を取ろうとすると、もうこの始末ですね。天の神様へのお祈りの効力とか。が、まあ、小さくなってしまうと。だから今は、全力で台風5号の、消滅に取り掛からなければならない。まあ、こういった状況です。まあ、ある程度のところは覚悟してました。この時期ですから。もともと、まあ、7、8、9、10月までは台風の発生数が多いんですよ。だけども先月、2個までで抑え込んでいます。オリンピックにしょうもない選手出してきて、これ世界中に対して言ってます。耳にピアス、イヤリング、タトゥー、論外、結婚指輪でもない指輪つけてる人間、論外、試合中ヘラヘラ笑ってる人間、いらない。仕事に対する取り組む姿勢が甘すぎる。私はギネス記録を持ってますけども、神戸市立ホテルフルーツ裏パークのバーベキューコーナー、一レストランとしての売り上げ、月間売り上げ、1998年ぐらいの、5月の売り上げなんですけども、軽く1億円を突破してます。それがギネス記録です。一レストランとしてのギネス記録です。アメリカドルで言うと、まあ、100万ドル以上です。まあ、その当時の為替相場にもよるんですけども、表記の、例え方も大体で覚えてもらったらいいです。あの人がギネス記録を出したんだなと。でもその後で働いているところも、日本の、関西ナンバーワンの売り上げの王朝というレストラン、大阪ヒルトンホテルなんですけども、そこの売り上げを越せるレストランに関しては、東京のごく一部の、レストラン、それも高級ホテルだけです。一般のレストランでは無理です。灯油の巡回販売の秀和株式会社に関しても、灯油の小売業日本一で、それももともとエネルギーの残存量問題を考えて出来上がった会社なんですよ。各自が1台の車とかで、灯油を買いに行かれたら、これはエネルギーの量が大量に消費されますよね。だったらタンクローリーでお客さんの家の前まで灯油を販売しに行ったらいいと。まあ、もともとゴミ収集車が順番に、ゴミステーションを回ってるのと同じような感覚で、各お客さんの家庭の前を順番に回っていくと。あらかじめ灯油缶を玄関前に出しといてもらってと。まあ、そういうふうな効率の良い仕事の仕方とかで、エネルギーの消耗を抑えるっていう形で、それ考えたのは私が小学生ぐらいの頃なんですよ。か幼稚園ぐらいの頃です。簡単ですよ。タンクローリーでそのままお客さんの前まで、売りに行ってあげたら、その当時は軽トラで、お米屋さんとかが、灯油の配達してたんですよ。で、そういうのって大変じゃないですか。もうそれだったらもうタンクローリーで行ったらいいっていうことで、お客さんの玄関前まで行って、で、これはもともと人口密集地帯の大阪とかで、始まったことなんですけども、こういうふうな山の中は、駐車場のある家とか庭のある家が多いんですよ。だから運ばなきゃならない距離が結構多い。で、特に山間部ですから、
家の1階がすでに2階ぐらいにあるんですよ。階段を登っていかなければならない。で、まあプロ野球選手の、冬の、トレーニング時期、まあ読売ジャイアンツの人たちが、神社のような階段を、まあ1000段以上ダッシュで駆け上がっていくとか、まあそういうトレーニング見たことありますけども、こちらは僕身長170センチぐらいしかないんですよ。右手に18リットルの投油缶、左手に18リットルの投油缶を持って1日3000段以上、多い日は駆け上がったりしています。どちらがプロかわからないでしょ。だってプロ野球の選手の中に元警察官とか現役の警察官混ざってます。行政指導を何回もされても改善されないところは政府の持ち物になるんですよ。で、政府の持ち物になってもそれはそれで問題が続出するから公務員が送られるみたいな形になってたりするケースもあります。で、昨日馬術に関してはとある球団名を指名して取り組んでほしいということだったんですけども、その急に馬術の試合取り組んでうまくやっぱりいかないですか。まだ文章を読んでないからだったんでしょうか。その棄権されてました、馬術に出場された方が。インターネット上での確認なんですけども、で、これたまになんですけども、最近多々あることなんですけども、ホームページ淡井圭介の履歴に記載している文章なんですけども、これすぐに即座に削られることあるんですよ。で、もともとこれはプロ野球業界とは合意があるんですよ。で、サッカー界とも合意があって、サッカー界に関しては50年近くも人口を減少しているのに、各都道府県でサッカーチームなんか一つしか作っちゃダメなのに、これはエネルギーの残存量問題からです。そんなに日本中飛び回られたり世界中飛び回られる人が増えたら困るからなんですよ。エネルギーの消費が加速して、やっぱりおかしいですね。昨日記載した内容で馬術どこそこの球団に取り組んでほしいっていうことを記載してたんですけども、その文章削られています。だからはっきりと言っておきますよ。対戦チームを見たら簡単に分かりますから、どこの球団が対応しなきゃならないかっていうことは。これだけたくさん種目あるんですから、しっかりと対応してください。ただしそこの球団が負けるという現象は多々見受けられています。で、オリンピックの中でね、他の球団の、プロの、スポーツの選手たちの力を借りてはならないっていうルール、いつ公表されました？公表してもないのに、身勝手な判断しちゃダメですよ。その力を僕から取ったら、横領罪ですよ。世界中のこの選手も。それ、莫大な金額、慰謝料、賠償金払ってもらわなきゃならなくなりますよ。野球の世界ってお客さんたくさん入りますから、人生終わりますよ。お金の部分でね。ただし生活保護になった方がいいと思うようなことが私も多々あります。そうすることによって世の中の無駄がどれだけ多いか、エネルギーの残存量を分かって、だからどちらの方が正解かよく分からない。で、あとは今日は水曜日なので J リーグの試合があると思うんですけども、その日程ちょっと調べさせてもらいますね。で、これ日本で何を行っているかって言ったら、アメリカのメジャーリーグもそうなんですけども、ワールドシリーズを優勝したことのない球団が
ずっと不利益を被っていたわけであって、法の元に平等とかなり反すると。だからコンピューターの電波によって無理やり脳とかを搾取したりとかして、オリンピックだって勝ち負けずっと行われてたでしょ。昨日の卓球も僕は録画しながら本当のことをいろいろ言い始めて、日本勢が勝ち始めたんですよ。あの間、僕は頭の中を日本人選手に供給しようとしたら、多分相手選手に取られてると思うんですよ。脳が脳梗塞状態になるんですよ。でそれは日本のコンピューターが稼働して、対戦チームの方に頭をなんか渡してしまってるから、なんかまあそういうふうな制裁を受けてると思うんですけども、僕から言わしたら、オリンピックに関して、冬季オリンピックも含めて、これバッハ会長さんへのメッセージと、日本のオリンピック委員会の人たちも全員含めてなんですけども、ヨーロッパのオリンピック委員会の人たちも、僕にお金払ってもらわなきゃならない立場ですよ。26年以上も不払い行っておいて、どういうふうな考えで僕の意見を優先しないで自分たちの意見を優先してるんです。刑務所行きですよ。当分出られませんよ、そこまでしたら。現実理解できてますかっていうことなんですよ。で、まあ今日の日程に関しては、まあヴィッセル神戸さんの方がいいかなとか思ってたんですけども、神奈川県に、J リーグのチームが4チームもあること自体がおかしいです。1チームしか認めてはならないのに。だから、川崎、フロンターレ。あとは鹿島も今まで優勝したことありますよね。だから鹿島。力を渡さなきゃならない球団。セレッソもそうです。町田もそうです。東京都にチームを3つも4つも、J2 含めたら4つぐらいあるんじゃないですか。ダメですよ。東京都の本当の話、昨日動画で公開しました。今日の日付で。大阪府の方な、そうなんですけども、面積非常に少ない、小さいんですよ。兵庫県と比べて5分の1ぐらいしかありません。東京都も。隣の神奈川県もそれぐらいですよ、面積。こんなに嘘だらけの世の中で何信用します？あのね、東京都とかは中心地見てもらったら分かる通り商業施設ばっかりでしょ。人住むところどこにあるんです？周りの近隣の千葉とか埼玉とか神奈川県とか、まあ近隣の県の人たちとかが東京都に遊びに来てる人たちがいるから人がたくさんいるだけで、人口の表記されてる人口の多分5分の1ぐらいですよ。大阪府と東京都に関して。それで何、そんなことを理由にして東京都に本社集めて金集めといて、スポーツ選手のチームたくさん作りました。我々一般労働人からしたら、あなたたちピンハネしてるんですよ。横領してるんです。横領事件なんです。だから今更私の言ったことにいちいち抵抗してはならないんです。まあ新潟とジュビロ岩田さんに関しては、ジュビロ岩田さんってまだ優勝経験なかったような気がするんですよ。ごめんなさいね、正式なデータ見てるわけではありませんので。で、まあ、湘南ベルマーレさんも神奈川県なんで、力を、オリンピックの選手の人たちに、頭の中を渡したりとかする立場です。選手の人を守ってあげる人と、頭の中を渡してあげる人と。で、それをオリンピック委員会の方で阻害しないでください。これ、もう神奈川県のチームばっかり優勝してるんですよ、J リーグって、日本のサッカーチーム。チーム数増やして、他のチームが犠牲になって、これオリンピックでも見受けられる現象でしょ？誰かを犠牲にして1位なんかになったって何の名誉もないんです。だから、日本の国内のサッカーチームとかプロ野球球団とかで、今年優勝しなければならない、球団以外のところが力を回し上げたらいいんです。淡井圭介を守りながら。僕も守ってもらいながら試合取り組んだ方が勝ちやすいんですよ。相手選手が見破れなくなりますから。これがスポーツの実態ですよ。
名古屋グランパスさんはどうでしたっけ？優勝経験ありましたっけ？まあ、ガンバ大阪さんは優勝経験ありました。僕は優勝を担当して優勝まで持っていきました。2位の年も2回ほどあったと思いますよ。あとは横浜 F ・マリノスさんも優勝経験あるから力回してもらう側じゃないとダメですよ。浦和さんもです。そうすることによってまだ優勝できたことのない球団が優勝できるんですよ。で、そこの各都道府県の応援してきた人たちだって今まで交通費とか入場料を払って見に来てるわけですから、これ日本国内としても優勝回数平等にしなかったら輪が保てないんですよ。で、ヨーロッパで、今オリンピックフランスでされてますけども、ヨーロッパの昔のサッカーの試合皆さん覚えてるでしょ？僕と同じぐらいの年齢の方だったら。サポーターと呼ばれてるファンの人たち同士で球場内で喧嘩が始まってたじゃないですか。ものすごい数で。何百人何千人という規模で全員が全員喧嘩してるわけではないですけども、スタジアムの多くの人間がお互いファン同士で喧嘩が始まると。で、あんな状態始まったら急に軍の人たちとか集めてきたって、それ招集するのに時間かかるから、それまでに現場大変なことになってます。もともとその現場にいる警察官とか警備員の人たちがその喧嘩止めれるかって言ったら人数が多すぎてそんなこと不可能なんですよ。だからスポーツの実態を正しく教えてあげるっていうことは非常に有効的なんです。法の下に平等ですよ。だからその辺のところで、もともと日本が掲げていた金メダルの数20、メダルの総数33という目標なんですけども、金メダルに関しては非常に厳しい状況になってます。現在、11個ほどです。まだ11個届いてなかったかもしれないです。10かもしれません。8月の11日までですので、日本の日付で。今日7日なんですよ。今日入れて7、8、9、10、11の5日間しかなくて、8月9日に関しては僕は勝ち負けに取り組みません。まあ場合によっては、8月9日に誰も会いに来てもらえなくて、スポーツの勝ち負けに取り組んでるかもしれませんけども、もしそこで誰も会いに来てくれないんだったら、僕は多分また一時期、一旦の期間を置いて、いろんなことから投げ出すと思います。こっちだってもうバカバカしくて、第一次世界大戦も第二次世界大戦も始めたのは、行政で暴力団やマフィアっていうのは行政のことだったんです。その後もエネルギーの残存量問題を解決しないで、戦争こそはしてなくても軍需産業でしょうもない兵器ばっかり作っていたのが各国の政府の軍や軍需産業だったでしょ？政府が仕事回してたんです。マフィアのままじゃないですか。暴力団のまま。そんなことで未来の人のエネルギー奪ってどうするんです？生き残れませんよ。ダム壊れたら直すことだってできないんですよ。重機動かせなくなったら。現実を真面目に考えてますか、皆さん。社会人でしょ。二十歳超えたら社会人ですよ、20歳超えたら。日本では。真面目に生きるしかないんです。髪の毛染めてる余裕なんかありませんよ。僕もちゃんと白髪ですけども、髪の毛染めたりしませんよ。髪の毛がだんだん白髪に変わっていくから、こういう一言が生まれるんです。淡井さん、ずいぶん今までご苦労されたんですねって。髪の毛染めて不良化してどうするんです。呆れるにも程があります。あとはアメリカのハリスさん、共和党の、耳に余計なものがついてる。それ違法行為ですよ。日本の都政六法でもあります。身だしなみがきっちりと整ってない方は、まあその議会への、出席を、まあ何日間か分かりませんけども、その時のその内容にもよってきますから、
それ注意されてるのにいつまでもイヤリングつけてたら、やめさせますよ。分かってますか、ご自分の立場。そんな暇あるんだったら耳から余分なもの取り除いて、イヤリングなんかつけないで大真面目で仕事しなさい。すぐにオリンピック中止しなさい。アメリカのオリンピックを。今、あなたたちのスーパーコンピューターから攻撃されてる。世界のルールは法律です。仕事できなかったら叱られるんですよ。高給を得てるのはあなたたちであって、我々一般人からの搾取であなたたちは寿命まで伸ばしている。死んだ時の年齢見たら分かります。老人ホームにも働きに行きましたけども、100歳まで生きている人なんか長年働いている人で見たことないって言ってましたよ。ちゃんとそれ書類で確認したって、年齢をって。で、周りの近隣の老人ホームにも聞いてもらいました。全員こう言ってる。100歳まで生きた人なんか見たことないってって。ではなぜテレビに出ていた人とか社会的地位が高い人は95歳とか100歳とかそれぐらいまで生きれたりするんです。寿命を取ってるんです。神がかり的な力でスーパーコンピューターが覚えてしまって取れるんです。睡眠時間まで取れてしまうんですから。あなたたちは殺人犯なんですよ。その自覚はありますかっていうことなんです。率先して自分から睡眠時間淡井圭介に捧げたらどうなんです。自分からそれ言えばできますよ。自分の睡眠時間を、例えば淡井圭介さんに2時間を分けてあげますとか言ったら、それできます。私は自分の親の介護の時に、親が4時間ぐらいしか眠れてなかったから、僕も毎日6時間ぐらいしか眠れてなかったんですけども、自分の睡眠時間2時間分けてあげてました。そしたら親は6時間眠れて、僕は4時間しか眠れませんでした。それ歯を食いしばって、母親がお腹が痛いと言えば、車椅子に乗せて、車椅子を押して病院に連れて行ってました。多い時は週に3回です。で、そのお腹の痛みもスポーツ選手絡みで、神がかり的な力で攻撃されてたんですよ。そういうシステムを作ったのはアメリカですよ。アメリカは胃の一番に責任持たなきゃならないんですよ。共和党も民主党も全員ですよ。それプラス IT 業界の人たちですよ。それプラス建設業界の人たちもですよ。工業界の人たちも。何を甘ったれてるんです？今すぐ表明しなさい。期限は3ヶ月以内です。3ヶ月以内にオリンピックの中止を公表しなさい。できませんでしたでは済みません。仕事しないにも程があります。オリンピックに関する条約等に関しても、国連の理事会の人たちがしなきゃならないでしょう。仕事しないで高い給料なんかもらえる話なんかどこの世界にもありませんよ。これ怒って言ってるんじゃなくて、ある程度大きな声で言わなかったら伝わらないでしょ。一般人の人たちがどう思ってるのか、そして自分たちの立場が理解できてないでしょ。お腹出てる人たちばっかりでしょ。理事会の人たち、少しは痩せ我慢するぐらい頑張りなさい。本当に国庫に全員返納してもらいますよ。そうじゃなかったら自分に対する甘えがひどすぎる。で、メジャーリーグは未だに表明してないじゃないですか。海外から集めてきた選手、自分の母国に全員帰ってくださいっていう表明です。東地区は東地区で6球団、中地区は中地区で6球団、西地区は西地区で6球団、ちょうどそれぐらいで、アメリカ人の人たちの仕事は残しておいて、各国に帰らせたらいいんですよ。それで球団の数減らせるんですよ。減らせるっていうことは、それだけエネルギーの消耗が少なくなるっていうことなんです。巡業の仕方は南から北に向かって、巡業最初の時期は寒いからです。あんな寒い時期に雪が降ってる中でピッチャーがコントロールよく投げれるかって言ったら、指かじかんでるから無理に決まってるでしょ。いつまで頭の悪いことをしてるんです。大学行った方が頭が悪いんです。エネルギーの残存量問題分かっていたら、そんなに悪いことできないっていうことで、善意があれば大学なんか行かないっていう選択肢を選びます。テレビに出てる人のアナウンサーを見たらどうですか。大卒者ばっかりでしょ。
今の国会議員の人たち、世界中の政府の上層部の人たち、大卒者ばっかりでしょ。逆なんです、してることは。自分の我がの金稼ぎで公務員になったら勝ちだとか、そういう話で公務員になってしまったんでしょ。悔い改めなさい。今すぐ行動を変えてください。間に合いません、全然。本当に滅びます、世界中で。ベネズエラの技術的採掘可能埋蔵量の石油の量が極端に増えましたけども、あれ2048年から南極条約の、2048年になったら南極の資源の採掘は世界中どこの国も採掘していいという形で認められる。逆に言うと2048年まで採掘したらダメですよっていう条約なんですけども、そこで見つかった石油とかの埋蔵量をベネズエラに組み込んでいませんか。あなたたち政府の平気で嘘をつくその体制、許せることと許せないことがあるんですよ。1920年にアメリカでは銀行と証券会社に嘘があるっていうことで偽証罪が認められています。それを政府がかばったんでしょ。一般の銀行の方からこう言われたんでしょ。あなたたち政府が法律作ってこんな目にこっちだってなってるんですよって言われたんでしょ。現場で働いたこともないのに家計だけで政府上層部の人間になってしまってるからですよ。一から現場で働いて、いろんな会社で何がどういうふうに悪かったか、まず一番最初すぐにできること、本当の今の国境内の本当の人口をすぐに発表、行政が全員謝る、謝罪する。で、中間にいる人間が頭悪すぎる、保証の件だったら国がお金を吸って渡したらそれで終わりなんです。民間の企業にデフォルトはあっても国にデフォルトなんかありません。国が極端な通貨安になったら他国の通貨に変わるだけなんです。みんな国連人なんです。そんな広い範囲みんな統治できないから、今の国境の範囲の国の人たちがちゃんと首脳を作って、そこに内閣とか国会議員の人たちがいて、地方議員の人たちとか知事市長がいて、その範囲でちゃんと管理してくださいよっていうこと。誰か人を抑圧して、操作することを管理じゃないんです。その地域を責任持って守ることが管理なんです。できないんだったら国庫に今まで稼いだお給料返納してもらいますよ。生活保護者のこの淡井圭介が20年間近くもこれだけ頑張ってきていたのに、なぜあなたたちの方がこんなに高級を得れるんです。仕事サボっておきながら河川水門開始発電なんて、1998年フルーツフラワーパークに集まった人たちは知ってましたよね。日本の国会議員にも問題ありますけども、一人ずつ1万円ずつ出してあげて、淡井圭介にお金貸してあげたらいいんですよ。それで特許出願させてあげたらよかったんですよ。弁理士さんとか弁護士さん雇ったら100万ぐらいかかります。あるわけないでしょ、賃金の不払いばっかりなのに。で、海外の例えばメジャーリーグの球団ニューヨークヤンキース、日本の松井秀喜という、その当時の日本代表の4番打者だった人をアメリカにニューヨークヤンキースへ行って、打率だって3割以上残したシーズンあったでしょ。ホームランだって年間31本打ったでしょ。31っていうのは日本の阪神タイガースという私のライバルの球団の人が松井秀喜、読売ジャイアンツだったんですよ。だけども31本っていうのはミスタータイガースの掛布さんの背番号31番ですよ。この31番の話は、淡井圭介が阪神ファンだったから31番の背番号を背負ってたミスタータイガースの掛布さんを喜ばせてあげるっていう話から始まったプロ野球業界の話なんです。私の力を使ってるから31本のホームランを打ててるんですよ。私の頭の中プラスしてバリー・ボンズさんは73本塁打放ったんですよ。二カ国乗せの力です。一カ国だけの力では無理だったんです、あんな記録。
マグワイアさんもサミー・ソーサさんも同じですよ。私も野球大好きでしたから。それで協力してくれるのかなと思ったら、お金を貸すことくっさらしてくれませんでしたよ。そこまで結果出したんだから、仕事と同じなんだから、それぐらいのお金我々が払いますよ。普通払いますよ。どんな精神構造をしてるんです。口座なんて私のホームページに公開してますよ。球団名記入していくらいくら振り込みました。それぐらいしたらどうなんです。人としてめちゃくちゃすぎます。阪神淡路大震災の家屋全壊のものを捕まえて、仮設住宅暮らしだった人間捕まえて、結局1円の支払いもなかったのがメジャーリーグですよ。今さらメジャーリーグで淡井圭介に頭の上がる人間なんか一人もいませんよ。一般の人たち、申し訳ないですね、本当に。だけども、ある程度厳しいこと言わなかったら、自分たちが間違ったことをしてるっていうことに気がつかないんです、人間って。で、これ世界中の人たち、ビル・ゲイツさんも含めて、なんでお金出すの協力してくれないんです。貸すぐらいはできるでしょう。まあ今はアマゾンの ジェフちょっとお名前忘れましたけど、今長者番付世界1位はそのアマゾンの方ですよね。でその前まではマイクロソフトさんのビル・ゲイツさんだったわけじゃないですか。それだけお金持ってたら慈善事業で何兆円も使ってたんですか。日本円でアメリカドルで言うと100万ドル以上、それどころか500億ドル以上を使用してませんでしたか、慈善事業で。そんなに使うんだったらもうエネルギーの残存量もね、お金回してくださいよね。海外留学なんかした人みんな頭悪くなるんですよ。他の国で余計なことばっかり、遊ぶようなことばっかり覚えて帰ってくるから、国の税金使って。だからニーサに関してはもともとは ISO を日本語に直したら、いいさ、意味は留学生のことです。税金使ってもいいさ、海外旅行行ってもいいさ、学校の勉強するふりして、それが ISO、いいさというものです。自分の国の管理すらみんなできてないんだから、自分の国に留まりなさい。海外留学なんかしなくていいです。自分の国から海外留学を申し出た、出てきた国がいたら、君たち何考えてるんだって、淡井さんの動画しっかりと読みなさいって、翻訳してもらってちゃんと教えてもらいなさいって。エネルギーの残存量問題から何から何までですよ。それでエネルギーの消費世界中でだいぶ抑え込めるじゃないですか。こんなに簡単なことぐらい、子供でもわかりますよ。僕は教えてもらいましたよ。英語なんか習わない方がいいって。覚えてしまうと、海外へ派遣されてしまうって。民間の大企業入ったら入ったで。それしてしまうと結婚できなくなるって教えてもらったんです。結局今でも結婚できてないんですけども、政府上層部といろんなことで、こう繋がって、スポーツの勝ち負けまでこれだけ繋がってしまうと、僕ももう日々それに追われて何にもできなくなるんですよ。遊んでない日ばっかりですよ、生活保護者なのに。仕事終わった後遊んでる人たちだらけの高額所得者のその世界で、どちらが頑張ってると思いますか。私の方が頑張ってるのに、私より所得高いのはなぜなんですか。本当は河川水門開閉式玉発電でその特許を申請して世界中に設置していたら、年収ビル・ゲイツさんと並んでたんですよ。で給与の算定表というものがあって、個人でそんなにたくさんお金使っちゃダメなんです。それは横領事件と同じなんです。会社はみんなのためのものなんです。そこで働いている人たちの。じゃあその余ったお金については何に使うかって言ったら投資じゃないです。畑を耕すぐらい桑で行ったらいいんです。桑でちゃんと畑を耕して、耕してくれた人、
例えば極端な話、100m×100m 結構広いですよ。それを行ってくれた人は200万円ぐらい払いますよだとか、そういうことに僕はお金を使いたかったんです。自分の取り分は事業規模、抱えている従業員の数と給与の算定用で決まってるんです。で、商業原理だけに物言わせて、本当にプライベートジェット機なんか購入した人いるんですか？捕まってもらいますよ。それ横領事件ですよ。会社の従業員に対して退職金とかしっかり払うことの方が先です。してましたか？いいですか？日本の音楽業界で一時期小室ファミリーと呼ばれてる人たちがいましたけども、その小室哲哉さんは一時期はすごい所得を得てました。だけども自分の育ててきた音楽業界の人たちにポルシェ買ってあげたり、しかも外車、日本で車生産したのに海外から船で運ばせてきてどうするんです？最悪フェリーな、フェラーリなんて空輸ですよ。飛行機で運んできてるんですよ。呆れるにも程があります。捕まりましたよ、小室哲哉さん。当たり前でしょ。経営者になるんだったら法律を覚えてからです。していいことと悪いことの区別つけてからです。で、馬術に関してなぜ危険とか退場、危険とか退場になったんです。日本のプロ野球業界の力を使ったからですか？違うでしょ。アメリカは使ってるでしょ。コンピューターを使って正々堂々と自分から言いなさい。言わなかった方が頭の中取られなさい。アメリカの全選手に言ってます。今スーパーコンピューターの能力が一番高いのはアメリカですよ。今後のメダルの獲得数でそれを守ったか守らなかったかは私の方で判断させていただきます。アメリカの人たちも腹くくってくださいよ。まだワールドシリーズ優勝したことない球団しか優勝しちゃダメですよ。ワールドシリーズ、だんだん最初の頃と比べて、眉毛この辺りだいぶ、先ほどもほら今もそうですけど、自然とこうシワが寄るんですよ。これは怒ってるんじゃなくて困ってるんです。僕もアメリカの人たちにだいぶ日米友好関係進めてきましたから、だからドジャースに関しては大谷翔平選手とか他からもいろんな球団の人たちが来てくれたわけじゃないですか。 MVP を取得、獲得した人だらけの、球団になっていて、まあ、実質的に実力はあるわけじゃないですか。けどドジャースってもともと優勝回数多いわけじゃないですか。でそこは優勝してしまうと法の下に平等じゃなくなってしまうんですよ。ワールドシリーズのことですよ。もう今のゲーム差がゲーム差ですから、まあその辺のところどういうふうに対応するのかっていうところあるかとは思うんですけども、まあとにかくアメリカのメジャーリーグの球団も即座に動いてもらわなきゃならないのが、他国の選手全員自国に帰ってください、あとはワールドベースボールクラシックで世界ナンバーワンの国はどこか決めましょう、これだったんです。ワールドベースボールが出来上がっ、ワールドベースボールクラシックが出来上がったのはもうはるか何年も前ですよ。だからもう一斉に世界中の人たちが自分の母国に戻って自分たちの国のリーグで試合をすればいいです。僕もね、今日も睡眠時間4時間ぐらいしか寝れてなくて、相変わらず車のドアバターンで起こされてます。春山整骨院っていうところはもともとハリキューマッサージなんですけども、もともとハリキューマッサージは中国政府を認めてないんですけども、
科学的根拠はないって言われています。でその次何をし始めたかって言ったら、介護事業に見せかけた老人の連れ去り介護です。一時期老人を車に乗せて連れてきて預かって、そこでしょうもないことをずっとさせて付き合わせて、それで仕事として金もらい始めたんです。ほとんどが税金ですよ。それプラス良くないところ、車でいちいち乗りつける、エネルギーが消費されるガソリンとかが、いいからした人が各自の責任や、各自の責任だと言ってるんです。した人がその呪いをしっかりと被りなさい。春山整骨院で働いていた人と出入りしていたもの、特に夕方17時以降に車で集まってきた連中は働いていた人でしょう。若い人たちいっぱい見ましたよ。スポーツの勝ち負けとかでわけわからん連中がたくさん来たんでしょ。世の中のこと、本当のこともよくわからないまま。淡井圭介の方が上ですよ。君たちが敬語使いなさい。国会でも大臣以上として認められています。日本の国会です。そして世界で見ると、台風消滅をできるのは民間人しか無理なんです。そして知識が堪能で、今までの本当の歴史を知ってるものじゃないとできないんです。あの世の人たちの怒りが収まらなくなるからです。戦争が発生した地帯ばかりですよ。第一次世界大戦と第二次世界大戦は本当にありました。だけども、昔の戦国時代の話は完全に嘘です。日本の歴史では元寇の乱というものがありまして、今の国名モンゴル、あの地域の人たちがソ連一帯を支配して、西の方は赤十字軍と戦ったなどというわけのわからない歴史を押し付けてきています。今から本当のことを言いますよ。それどうせ作り話です。夏場は前の日からペットボトルに水を入れて冷蔵庫に入れていた、そのペットボトルの水は夏場、河川の撮影に行った時なんですけども、昼にはすでに腐ってました。それ飲むと、ジンマシンが出てくるんです。いいですか？水がそんなに早く腐るのに、戦なんかできるわけないでしょ。当時冷蔵庫なんかありませんよ。外交を生かされるのも命がけですよ。途中で熊に出くわしたらどうするんです？地域によったら、虎とか、サイとか、ゾウとか、狙われたら無理ですよ。走ってなんか逃げれないんですから。ウサインボルトさんでも追いつかれますよ。あとワニとか危険な動物いっぱいいますよ。山の中なんか昔は危険で簡単には入れない。入ったらどうなるかわからない。そもそも遭難します。正確な地図なんか昔なかったんですから。だから昔の戦国時代はオールで嘘です。みんな国境、中国の中華統一に関してもあんな距離歩いてあなたたち行きましたか？自分で言ってみなさい。できそうなことなのか、できなさそうなことなのか、一応一つの国としてまとめましたけども、秦の時代に。だけどもその後すぐ分裂したでしょ。言語がそもそも各地域で違うかったんです。そういう人たちが遠路はるばる何百キロも歩いて、集まったところで人によってはもう何千キロも歩かなきゃなんない。馬があったとしてもですよ。馬、乗ったら乗ったで、馬の餌まで一緒に運ばなきゃならないんですよ。できることなのか、できなさそうなことなのか分かるでしょ。結局まだ各ある程度の範囲の国に分かれての統治を、これをずっと繰り返してたんです。戦なんかできるわけないでしょ。いいからあなたが背中に10キロほど背負って1日40キロ歩いてみなさい。現場ついてから戦争、戦、できるわけがないでしょ。ヘトヘトで動けませんよ。今の自衛官の人たちとか軍の人たちだって、1日40キロも10キロの重り背負って、山の中をアップダウン、登って降りて、してみなさい。
戦、戦争どころじゃありませんよ。ちょっと待ってくれ、とりあえずもう食事させてくれと。ちょっと待ってくれ、とりあえずちょっと呼吸整えさせてくれと。もうクタクタで動かれへんと、動けないと。これが現実なんです。テレビの放送早く2社2社合併して、夜中と明け方の番組なくして、オリンピックも解体して、今ブーっていう声が聞こえてきましたけども、だったら君が払いなさい。オリンピックにかかった費用、東京オリンピックだけで使われた税金9600億円以上、アメリカドルに換算して、そのところ為替レートは、為替相場は1ドル90円ぐらいとか、一番低い時70円台ぐらいの頃ありませんでしたか。あれ建設中の頃です。ということは120億ドルぐらいですよ。あなた払いなさい。払えるんですか。払えもしないのに、ブー。ふざけるな。真面目に生きなさい。お前らのわがままで20億人が死ぬわけにはいかないんだよ。どちらの裁判が勝つかぐらい覚えなさい。20億人の命がかかってる案件の方がはるかに上です。で、世界に対しての質問です。なぜ26年前から私が言っていたかまど発電に関しても、それは特許はいらない、メタンガス抽出場に関しても、それももともと特許を持たれている人たちがいます。なぜそれを進めなかったんです。世界中の政府へ言ってるんです。教えましたよ。教えてもらった人の方が下ですよ。僕の方が先輩ですよ。河川水門開閉式玉発電、いつになったら誰が助けるんです。世界中に言ってるんです。淡井さん、私はお金を出しますって言いに来た外国人の人、見たことありません。ロジャー・クレメンスさんの300勝投手とか、ああいった方たちも私が助け舟出したんですよ。しかしどこの球団も、さらにしたことは日本人を招き入れてのお金稼ぎであって、淡井圭介に対して1円も払っていない。これはどういうことなんです。この近辺の町の人間で頭の中取られてる、睡眠不足にさせられてる、それはそいつらが夜中とか僕を無理やり起こしに来たりしてた連中です。大阪の高等裁判所で、日本の大阪です、あることが裁判官の段階さんから言われています。いろんな勢力の人間が集まってきて、被告人として私が原告です、弁護士さんなんかいません。段階さんから言われたことは、淡井さんと同じぐらい頑張るでいいですねって言われてるんです。いいですか。睡眠時間まで同じにさせられますよ。頭の中の取られ方も、僕は渡してる分だけあなたたちも頭の中渡さなきゃならなくなりますよ。外から絡みに来た連中です。淡井圭介と関わったら成功者になれる。違いますよ。それには努力は必要であって、淡井圭介のことを心配するような人間であって、淡井圭介の言うことをちゃんと受け答えして、しっかりとした受け答えをして、言われた通りにきちっとできてる人間だけが成功者としてなれるんです。特に今日本人の芸能界向けに言っています。あとは工業関係、建築業界に関してはもうそこはもう厳しい目で対応させていただきます。私が20年間近く生活保護を経験したんだから、あなたたちだって経験しなさい。それで世界の見方が変わります。本当の人口とかが分かった時に、こんなに無駄なことをしていたのかっていうことが。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。後から教えてくださいよ。なぜ昨日馬術大会
日本代表の選手、危険か退場になっていたのか、それと私のホームページに記載していたどこの球団が対応するのか、日本ハムファイターズって書いてましたよ最初。楽天と対戦してますよね。あなたたちは今年、楽天は今年優勝しなきゃならない球団なんです。法の下に平等です。優勝回数を揃える話です。日本ハムの人たちがヘマしないできっちり頭の中を貸していれば、渡していれば、馬術の人たち良い成績出せてますよ。一体あなたたち何人いるんです？それだけ人数いたら、一人が馬術の騎手の人を守ってあげて、一人が馬を守ってあげて、もう一人が頭の中を大量供給する努力してできるようになりなさい。仕事中に、野球の試合時間中に頭の供給とかをしなきゃならないんだから、ヘラ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 笑ってる余裕なんかない。その担当者を決めたら誰もその担当者に声なんかかけちゃダメ。その人がせっかく送ってる頭の中は途絶えるから。なぜ勉強しないんです？僕のホームページを読んで、喋ってる動画を見て、早く一人前になってください。スポーツ選手としてもそれができない限り、どのような成績を上げても世界ナンバーワンの人間としては認められません。以上です。